どうもこんにちは、だんだんですね寒くなってきまして、そろそろですね暖房器具を考えてらっしゃるという方もいらっしゃると思うんですが、今回はですねストーブアタッチメントをご紹介してみたいなと思います。でこちらがですね以前紹介したストーブアタッチメントになるんですが、だいたい今年の春ぐらいに紹介したのかな、冬か春ぐらいに多分紹介したと思うんですが、どういったものかと言いますとですね、こういったシングルバーナーありますよね。五徳が4つあるやつ、1,2,3,4 で、まあ、足って言ったらいいのかな、それが4つあるやつで、それにこういったものを被せてですね、まあ、要は火をつけると。で火をつけるとどうなるかっていうと、まあ、ここ中が熱せられてですね、まあ言ったら輻射熱っていうのかな、輻射熱で、これ自体を温めてしまおうっていうものです。で今年の1月にですね、これだけを持ってキャンプに来ました。まだ雪が残ってる中でのキャンプだったんですが、これ使ってるとですねやっぱりテントの中とテントの外では温度が全然違うなっていうのを体感的に、分かるぐらいの違いがあったんですよね。でこちらがですね、外の ST260 っていうガスランタンなんですが、これもねあったかいです。この周りがあったかくなるのと、あとこの上でねお湯が沸かせるぐらい熱くなるので、かなりねこれも暖房としても重宝するんですが、今回はねもう一個新しく購入しました。こちらです。フューチャーフォックス、フューチャーフォックスっていうところのガスストーブアタッチメントというか、開けてみるとこんな感じで、これ多分ね覚えてる方いるか分かんないんですが、もう相当昔ですよ、3年前ぐらいに僕ね初めて買ったシングルバーナーこれなんですよ。でこれはラゾっていうところのシングルバーナーなんですが、これがね確かね長野県のメーカーだったんですよね。でおそらくこのラゾが変わってフューチャーフォックスになったんじゃないかなと踏んだりとかしてるんですけど、どうなんだろう、まあ違うのかもな、まあ、分かんないや、まあ、とりあえず、中身をね見ていってみましょう。で今回ねこれを買ったのはねやっぱデザインが良かったんですよね。デザインが良かったのと、まあ、結構理にかなってるものだろうなっていうので買ったんですけども、あと付属してるのがねこのなんていうんだ、トングというかなんというか、まあ、こう外すためのものですよね。こういったものがついております。外しづらい、ちょっとね見比べていただきたいんですけども、これが過去に買ったやつ、なんか中国製の、まあ、安いやつですよね。これが過去に買ったやつで、こっちが今回のフューチャーフォックスのやつなんですが、まずね大きさとしてこっちの方が大きいですよね。シングルバーナーってね火が出てもまあ大体これぐらいのもんじゃないですか。だけどこれをかぶせるとですね明らかにこっちの方が大きくて、わかるかな、なんだろう、まあ、確かに輻射熱は感じるんですけど、このね中をねなんていうんだろうな、温められてはいるんだけどちょっと効率が悪いのかなっていうところがあったんですよね。もっとねこれを二回りぐらいちっちゃくするとなんていうんだろうな、この中が熱くなるというか、いわゆるストーブみたいにねこの中が真っ赤になってもっと熱くなるんじゃないかなっていうのがちょっとあったりしました。まあ正直なところね。対してこちらはどうかっていうと、わかるかな、これね中にねこうなんつうの、こういうの三角錐っていうの、三角錐っていうのかな、どうなんだろう、額がないのがバレるな。なんかこうね三角形にねこう盛り上がってるんですよ中が、これね。で要はこの火を使ってこの中を燃やす構造になってるんだと思うんですよね。燃やすというか温める、熱する。なのでおそらくねこの中がね赤くなるんだと思います。写真ではそうなってたんですけど、赤くなるので熱効率はこっちの方がいいんじゃないかなと思ったんですよね。デザインに惹かれたっていうのはあるんだけど、それ以上に熱効率考えるとこの中をちゃんと温められるこのなんだっけ円錐、おそらくこっちの方が熱効率がいいはずです。まあその辺はね後で、暗くなってから実験したいなと思ってるんですが、今ね、このラゾじゃないか、フューチャーフォックス、フューチャーフォックスを乗せてるのがいわゆる岩谷タイプのやつですよね。岩谷タイプのシングルバーナーで、この本体にですね4つくぼみがついてます。くぼみがついてるのでこういうふうに、この五徳に乗せることができると。で注意点としてはですね、このくぼみが4つありますんで、
この五徳もね、4つあるものでないと対応していないということでした。でこちらがですね、ソトの ST330 というシングルバーナーですが、これもね、足が4つあるので、問題なくつけることができます。じゃあですね、夜になったので、早速ね、これを使っていきたいと思うんですけども、どれでいくのがいいだろう。まあ、結構使ってる人が多そうな、こっち行きますか。岩谷タイプですよね。こんな感じで火がつきます。まあ、まずですね、どれぐらい暖かいかっていうよりかは、どんな感じになるのかっていうのをね、見てみたいなと思います。おお、すげえ、すぐ赤くなったの分かります。この中が、前までね、こっち側はね、こんなにならなかったんですよ。この中のね、メッシュがあるっていうのは全然こっちとね違うんだと思います。やっぱり構造自体が、あったかい、あったかい。で当然ですね、この上ですよね、上も熱くなってくるので、まあとりあえず火傷注意です。絶対触らないようにしましょう。あ、すごいっすね、全然違うわ。分かりやすくこうやってやった方がいいかな。今ですね、こちら側、過去に買ったストーブアタッチメントをつけてます。で今度はこっち側の ST330 ですね。ちょっとね、点火スイッチが壊れてるんであれなんですけど、どうでしょう、すぐにね、中が赤くなってるの分かりますよね。で多分ですね、次に皆さん気になるのは、まあ、どっちがあったかいのよってことだと思うんですけど、あ、やっぱこっちの方があったかいな。あったかいですか、暑い。こっちがね、どれぐらいだ、まあ、4,5 センチぐらいと考えたら、こっちは10センチぐらい離れてても暑さを感じます。まあでもそりゃそうなんですよね。この赤いところあるじゃないですか、中が赤く燃えてると思うんですけども、ちょっと一回電気を消してみましょうか。こっちは赤く燃えてるんだけど、こっちはね、ただなんて言うんだろう、火柱が上がってるだけ、シングルバーナーの火がただ上がってて、この上とかを全部熱して、まあ、暖かくなってるというような感じなんだと思います。さあ、こっちも中がすでに燃えてるので、燃えてるというか熱せられてもう赤く変色してますんで、まあ、いわゆる普通のストーブと同じような感じでしょうね。こっちの方がね、やっぱり理にかなってると思います。それではですね、このテントの中に、ストーブアタッチメントをつけっぱなしにして、どれぐらいで温度が上がっていくのかっていうのをね、見ていきたいなと思います。ちなみに今温度としてはですね、16から8度ぐらいでしょうか。テントというかシェルターになるんですが、こちらを使用しようと思います。ワンティグリスのロックシールド、一人用であれば全然広く使えるようなテントなんですが、配置としてはですね、テントよりちょっと左側ですかね、それぐらいにフューチャーホックスのストーブアタッチメント、こちらを置いて、で一番右側にね、今ちっちゃく映ってますが、結構離れたところですよね、そこに温度計を置いておきます。で今からですね、こちらに火をつけるんですが、こちらのストップウォッチを押して時間を計りながら、火がついたままでテントを締め切ります。締め切って、まあ、どれぐらいの時間でどれぐらい温度が上がるかですよね。それをちょっと見てみたいと思います。よいしょ、じゃあ今からスタートしますね。ああ、チャックが閉まんないんで、閉じる感じにしましょうか。閉じる感じでやってみましょう。ムワンってするやろ。あ、ムワンってする。これだけじゃけね、これだけ暖房器具は、うん、ちょっと開いてみていい？いいよいいよ、ちょ
やってみる。温度は変わったかな。あ、温度はさすがに変わってないか。まだ体感温度はあるんだけどね、うん、もうちょっと置いとった方がいいかな。さあ今5分半ぐらいですかね。5分半ぐらいで、あー全然変わってない。全然変わってないっていうか、この上に置いとかないとダメなのかな。多分ね、すいません、あのステンレスのね、テーブル、ステンレスのテーブルがあまりにね冷たいんだと思う、きっと。ここにしばらく置いてみましょうか。さあどうでしょうか。10分過ぎて、あ、20度超えましたね。21度ぐらいかな、21度ぐらい。この温まるスピードはめちゃめちゃ早いですよ。早いし、一応ですね、あのこのロックシールドご存じない方のためにお話ししておきますとですね、こんな感じで隙間が空いてます。下はね全部隙間が空いてるんですよ。スカートがないタイプなんで、なのでまあ空気は外から入ってきてます。その状態でも、だいたい10分弱でですね、この中全体が温まると思っていただいてもいいんじゃないかなと思います。でこのねストーブアタッチメントなんですが、注意点がありまして、まず一つ目は、必ず換気をしながら使うということ。ガスを燃やしてますから、やっぱりね一酸化炭素が発生してるはずです。なので、これを締め切ったテントとか、あとスカートがあるテントとか、そういったところの中でずっと使ってると確実に一酸化炭素中毒とかになるはずなので、換気を必ずしながら使ってください。で2個目の注意点としては、さっきも言ったんですが、暑いです。これ触ったら絶対やけどするやつです。なので、まあ安定したところで、例えばお子さんとかいるときは、まあ、かなり気をつけながら使う必要があるんじゃないかなと思います。まあ、とにかくねこれからの時期っていうのは一酸化炭素中毒怖いですから、冬場ってね結構事故が起こったりするじゃないですか。なので、まあ、安全安心にキャンプをして、怪我なく事故なく帰るっていう、それが一番大事だと思いますので、換気はね必ずしながら使うようにしましょう。まあ、あと僕が持ってる中で、ちょっと強めの暖房器具といったらやっぱこれですかね。 ST260、 ガスランタンなんですが、これもね暖房器具としても重宝します。本当暑いですからね、これ。こっちも暑いけど、ただまあ寒い時ですよね。これから寒くなっていって冬になっていくと、なかなかガスに火がつかなかったりとかするかもしれないんですが、まあそういったことを除けばねいいんじゃないかな。さすがにあのこういった CB 缶ってマイナスのね、何度だろう、マイナス2度3度くらいは使ったことあるんですよ確か。でそれは全くね問題なくつくんですけど、マイナス10度とかねそれぐらいになってくると試したことがないんでね、ちょっとわかんないんですよね。でもみんなつかないつかないっていうから、おそらくつかないんだと思います、きっとね。めちゃめちゃあったかいですよこれ使ってたら。今温度は、22度ぐらいなんですけど、体感温度はもっとありますね。もう長袖だと暑いぐらいになってきました。ただ、先ほども言ったんですけども、換気しないといけません。絶対換気しないといけないんで、寝てる時にねこういったものを使うのは結構危険なんで、やめた方がいいんじゃないかなと思います。僕もね冬キャンプとかしますけど、冬キャンプとかして寝るときはね必ず火の元は切ってるんですよ。まあこれ実は危ないですよね。火を燃やしてますから、まあまあその熱源とか一酸化炭素中毒とかっていう以前に火を燃やしたまま寝るっていう結構危ないんで、結構というか相当危ないですよね。うん、なのでまあ、寝るときはしょうがなく消すっていうのがいいんじゃないかな。で寝るときは消すんだけど、朝起きて多分ね結露してると思うんですよ、テントの中って。テントの中結露してると思うんで、朝まず起きて、こういったものをつけてですね、この中温めながら、どんどん結露も乾かしていくってなると、おそらく撤収するのもねかなり早くなったりするんじゃないかなと思います。
暑いもん、汗かいてきましたもん。24度、今24度まで上がりました。熱弁振るってましたが、多分ね20分ぐらい経ったのかな。これを使い始めて20分ぐらいで、こっちを使い始めて、5分10分経ってないんじゃないかなっていうぐらいで、暑い暑いぐらいになるんで、これはね、冬は多分これだけでいいと思う。俺は全然使えるんじゃないですかね。新しく今回購入してみましたが、まあ、大正解って言ってもよかったんじゃないかな。思った以上に、効果を発揮してくれるものだと思います。というわけで今回はフューチャーフォックスのストーブアタッチメント、こちらをご紹介してみました。誤読がですね4本あるシングルバーナーであれば、わりかしのいろんなものに対応できるんじゃないかなと思います。とりあえず使ってみた感じだと、岩谷タイプのシングルバーナー、こちらと、外の ST330 ですね。 ST330 にも使えたので、もちろん310にも使えるはずです。で使えるんですが、このね本体とガスの距離をね取りたいっていう方は、やっぱりこの分離式のやつですよね。 ST330 みたいな分離式の方が、使いやすいんじゃないかなと思います。使いやすいというか安心感があると言った方がいいんでしょうかね。この冬のですねソロ用の暖房などに、こういったものを考えてみてはいかがでしょうか。それでは